はいどうも、一周回ってマントルの方が楽しくなってきたミストです。はい、本日はですねバレンタインガチャが到来したということでですね、そちらの方を引いていきたいと思います。まさかまさかのねループガチャで到来しましたね。エプロン、夢白、優香がね PSR の確率3回目 20% でゲットできるガチャとなっております。いや、これはね本当にありがたいですね。初回の10連がサリジョの上から必ず出現で、覚醒の鍵10個がもらえて、パーストン30個で回せます。で、2回目がパーストン40個で回して、PR 以上のエプロン優香が必ず1枚出現。で、野手の極意50、投手の極意50がおまけでゲットできますと。で、3回目、エプロン優香が PSR 20%、SR が 80% の確率で1枚出現。で、金のきらめきも1枚もらえるということでですね、これはね、まあ、本当に、サナヤアユミの時のね、ガチャ並みにありがたいことかなと思います。で、なんとね、エプロン優香ね、メンタル練習が消えて変化鍛錬となっております。投手なら怪物球威、またはマインドブレーカーということで、まあ、新街道も狙えるし、もう交差点のね、マインドブレーカーも狙えるみたいな感じになってますね。得意練習率が覚醒でかなり上がるので、まあ、なんかサンタチと闇野が融合したようなね、感じが、まあ、パッと見まだ使ってないんでわかんないですけど、そんなね雰囲気を醸し出してるなというふうに思っております。はい、では今回でまあちょっと PSR のテーブルとかまだ分かってないので、50はちょっと作るかわからないので、まあ PSR の母体確保までできたらいいかなと思います。まあ45、まあそれ以上にするにあたってそれなりに回すと思いますので、まずは PSR ゲットをね目標にこの回は回していきたいと思います。では10連ガチャいきましょう。ガチャル、SR の確率アップしてるのもありがたいですよね。さあ、まあコスパよく終わってくれたら嬉しいなっていう感じですね。さあ2枚、ちーちゃん、まあ、別バーが来てくれたら嬉しいですね。さあ優香、しののめ、しののめが来ると。さあ出現割合見てなかったな。まあいっか、2回目いきましょう。まあ結局3回目 PSR 引けるからね勝負になってくるんで、サクサクいきましょう。さあここは出ないと。はい、 PR ありがとうございます。もうそこでね、まあ50作るのもまあありますし、覚醒もしなきゃいけないっていうね、もうそんな50作るだけじゃ終わりじゃないというね、第2の戦いが待ってるというのが恐ろしいですよね。さあ1回目のループチャレンジいきましょう。さあここで来てくれたらまあ楽になるんです。黄色は出ないな、黄色じゃ出ないな、ちょっと悲しいですね。さあ SR でいただきました。ボーナスはかなり変わってるのかな。変わってそうですね。得意練習 15%、 これ練習効果 15% ついてるんだけど、スペシャルタックボーナスとやる気効果45で変化ボーナス、これ練習効果 30% パターン、これ50で。それだったらちょっと50作りたくなっちゃいますね。はい、で能力が、ここは変わってないかな。ポーカーフェイスがちょっと邪魔ですけどね。はい、そんな感じです。そっか、ジャベリンとかも普通に出るんだね。はい、で喉感も地味にちょいちょい出てると。はい、ではね、2ループ目いきたいと思います。 20% 引けるかな。まあ言うて普段ね 1% の PSR を追ってるわけですから、それよりかはマシだと思うんですけどね。さあ大田3枚出ましたね。大田、喉か優香と、姉妹セットでね来てくれましたね、ありがとうございます。さあ2回目、2ループ目の2回目ですね。 OK、 ここで出て出していく。さあ
2枚、うん、両サイドの下をね射抜いていくということで、さあ東雲なんかね好かれるよねこういうキャラに。さあちょっとそれは反応に困るな。バレンタインでちょっと50持ってるんでねそうなっちゃうか、そういう感じになっちゃうか。まあまあまあいいでしょう。さあ2ループ目のね、PSR チャレンジやっていきたいと思います。自分ちょっと通常ね46で持ってるんでどう解放していいかわかんないんですよね。さあこの演出もちょっと残念かな。2枚、うん、枚数は抜けてるんですけどね。うん、余剰。はい、2ループ目を残念でしたと。さあ3ループ目いきたいと思います。うん、この辺りで決めたいですね。さあ道中出てくれても、あれさっきはちーちゃんが出ちゃいましたけどもありがたいですよ。田中山、まあもう彼ももうちょっとバス停が50なんでね使うことはないでしょ通常は。うん、はい、では、3ループ目の20連目いきたいと思います。さあここは外したかな。きついなこうなってくるときついな。副産物で当たりってのがねやっぱりアンドロメダとかになってきてしまうので、まあもう本当に優雅1点狙いのねガチャという感じですよね。さあここで出てくれたらかなり楽になります。ガチャあります。はい、虹は出ない。さあこの演出ならワンチャンあるのではないでしょうか。2枚、さあ来い。あー来ないか。さあまだもう1枚あるよ、もう1枚あるよ、来い。うわなんでだよ、なんでなんだよ。髪色一緒だけどそういう感じ、そういう感じっすか。ちょ今出現割合だけ見ていいっすか。23.21% か。それはちょっと低めのね数字ですよね。さあ4ループ目です。さあここで決めてほしいな。ループガチャは前回は3回目出てくれたのかな。うん、さあ2枚、メイル。気がメイル前にちょっと50作りたい、50っていうか PS されてほしいですね。さあ優香が一番も出ない。さあ2回目、ここで出ないとちょっと石を足すことになってしまうんですけども、うん、さあ2回目がちょっと渋みですね。さあはい、ではね4ループ目の3回目いきたいと思います。お願いします。虹が見たかったな。虹出るとすごいね安心するんですけど、さあこの演出で来てくれることを祈りましょう。頼む。いやー出ないなー、出ないかー、きついなー。 20% 引けないっすね。というわけでちょっと石を補充しないとこれは5ループ目以降いけないのでちょっと補充していきたいと思います。少々お待ちください。はい、帰ってまいりました。ではね続きからいきたいと思います。5ループ目だよね、5ループ目の、10連目からですね。いや頼む、包帯は出てくれないとね困りますからね。 20% 引けないのはちょっと運が悪いですね。さあここで道上はなんか別バージョン出る気がしないからバンバン50になっちゃってから混ぜちゃってるんですけど、
仮に出てきたらちょっと怖いですね。2回目いきましょう。PSR はね、出てるんですけどね。出てるキャラがちょっとね、違う女の子ってのがね、残念ですね。さあ、おー、2回目で、優香の SR を引いて、さらに、追い打ちをかけていけ。頼む！なお、オーダーはまあいいんだけど、オーダーはいいんだけどね。さあ、5回目の挑戦。まあ、確率的に、この辺りで、来てくれても、おかしくないのではないでしょうか。虹を見せてください。お願いします。来い！いやー、この S はダメだ。いやー、しんどいな。PSR 出すまででこんなにかかるか。まあ、これはなんかもう PSR の母体が出た頃には50ができてそうですね。はい。では、もうワンループ。ちょっともうワンループして出なかったら次、次回になるかな。かなりきついな。ループガチャってこんな苦しめられるんだ。いきたいと思います。何回目か忘れちゃったな。何回目か忘れるくらいには言っちゃってますけども。さあ、優香はゲットしていく。6ループ目の1回目ってことは160連してんのもきつ闇見てんな。2回目いきます。はい。もうそんなしてんのか。やばいな。なんか感覚が狂ってきてるわ。さあ、早期ね、終戦を祈るはばかりですけども。はい。では、ここで、そろそろ、決まってほしいなと思います。20%、神様。ひねり出してくれると、助かります。よし！来た！さあ、ここで終わろう！この虹は、終わりの、よし！この演出なら来てくれると、信じます。1枚なら確定でしょう。2枚。さあ、頼む！よし！いやー、6ループでようやく、6ループでようやくか。かなり渋かったですね。確率もちょっと下回った感じかな。あ、オッケーオッケーオッケー。これで50はかなり近づいたとは思うけどね。さあ、どれくらい出たか見ていきましょうか。PSR が1枚で、そう、通常の PSR プラス3ってこれどうなるんだろうね。で、SR が9枚か。9枚と、PR もいっぱい。PR のが出てないんだ。PR が7枚。で、R、R も10枚しか出てないんだ。なんか、歪んでますね。はい。これってさ、PSR、このプラス3のやつまずはどうなんだろうね。65%。 それはちょっとなぁ、きついなぁ。これどうやって解放していこう。ちょっとアドバイス求まいということなんですけども、まあ、この後ね、ちょっとキャリューさんの家に遊びに行くので、ちょっと皆さんにね、アドバイスをいただきながら解放の方ね、やっていけたらね、いいかなと思っております。まあ、ちょっと今回闇見ましたね、6ループ。まあ、でも結局、ね、PSR の50を狙っていくのであれば、まあ、それくらいやっていくということもありますので、はい。ちょっと PSR50、多分30だよね。はい。これはもう50作るしかないっすね。はい。まあ、次回の動画になると思いますが、まあ、そちらの戦いもね、ぜひ楽しみにしてください。早くね、マントルで使えることを楽しみにしております。という感じで、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、高評価などお願いいたします。はい。まあね、ちょっと、動画投稿も休んでしまったんで、はい。ガンガン上げていくので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録だけ、ぜひお願いします。See you!